はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、シラス高校野手、今回はホムラ軍団を使ってやっていきたいと思います。で、ホムラ軍団というのはホムラちゃんを中心としてコンボイベントが発生するキャラで組みます。まずはナイトメールさんとちーちゃんと、前回ガチャで手に入れたメイカちゃんになってます、この4人ですね。で、そこに永久期間の大谷くんを入れて、彼女キャラクターのナギちゃんを連れてきてます。で、ホムラ軍団がシラス高校に合ってるのは、この4人って女の子キャラクターじゃないですか。で、女の子キャラクターって、まあ、基礎能力がねそんなに高くないんですよ。で、ホムラちゃんに関しては、まあ、C の68総力が一番高くて、まあ、内藤さんはねちょっとパワーとかが高いと思うんですけど、パワー95 と、肩の90を目をつぶれば他ね EGEC とかなんで。で、ちーちゃんは、まあ、平均的ですけれども、まあ、それでも C なんでね。で、メイカちゃんに関しても CEEECC なんで、まあ、なんか B とかね A とかで構成されてるわけではないので、まあ、青骨がね踏みやすいというところになります。で、あとちーちゃんはね通常金徳はヒートアップを狙っていきたいんですけれども、ナギちゃんがねヒートアップなんで、今回はアンダ製造機を取りに行きましょう。ちょっと不確定にはなってしまうんですけれども、まあここはしょうがないかな。まあ成功すればねでかいんで。で、また例によって天才の入部届を持ってきてます。まあ、どれだけ青骨を踏めるかですね。なのでここは3人いるんで、3人の評価を上げていきますか。で、この編成だとね、多分ね技術は大丈夫だと思うんですよ。技術は大丈夫だと思うんですけれども、精神が足りなくなりそうかな。あと筋力、一応パワーアピールでは来てます。初期値 F だけど。で、この高校ってやっぱりあれだよね、最初の2ターンはコツ発生しないよね。そう、妄想ができるようにならないと。で、メンタル、いやもう最初は無理だよ、もう本当に最初は無理、しょうがない。まだ覚醒してないし、そういえばチャンスで、まあ、チャンスはねできれば高めにコツを取っておきたいんで。アベレージヒッターとかはだから2で掴んじゃっていいかな。まあ、技術次第になるけど。なぎちゃんいますね。よし、やっておこう。まずはやっぱりね、なぎちゃんの告白評価まで乗っけて、まあ、イベントが起きなければ妄想で無理やり起こして、クリスマスはねやっぱりイベントに持ってきたいですよね。シラスに関してはね、もう早めに覚醒してほしいよね。さっきみたいに赤骨かーってなるんだったら。で、メイカちゃん感動した。こっちの方は通常イベントですね。2回あるんですけど、1回目でね切れるっちゃ切れるんですよね。で、ただイベントはねそんな重くないはずなんで、続けていきましょう。まず前イベのホムラちゃんはだって2回で終わるでしょ。で、ちーちゃんもイベント短いでしょ。で、長いキャラがいるかって言われたら別にいないから、他はまあナギちゃんいきましょう。まあ初めなので例によっていいやつを取りに行きます。一番上の選択肢、オッケー。おお、覚醒したね。おお、センスが良くなった。これどれくらいの確率で千丸つく、ちょっと分かんないけど、体感ですけど 30% くらいの確率でつくような気がするんですよね。今までね、知らずでね、多分6、7枚天才の入部届使ってるんですけど、これ3回目ですね。あ、妄想がある、妄想があるけど、まあ、まだまだ青骨来てるんで、まだちょっと大丈夫。そんなね
急ぐ月数じゃないで、毎回そう毎回初めに言うけどコツ潰してなかったわ対左が来たからさ、良かったものを。でナイトメールさん、これは回復を狙っていきましょう。人気者、人気者、下の選択肢ですね。いや、いいね。で青コツが来てるので、ちょっとコツつぶしに走りましょう。それなりに経験点はあるか。あ、そっか、千丸ついてんのか。千丸ついてるんで、まずは悪気打ち取るでしょ。ダイダも取っちゃうでしょ。ヘッスラも取っちゃう。体当たりも取っちゃう。ムードも取っちゃう。ゲッツー取る。さらにトールアシスト取る。これで潰せてる、潰せてるね大体。筋力よし。で千丸があるってことは骨身でどんどん潰しちゃっていいのか。一発逆転、もうすでに 10% 引きになってるからね。でここで、通常イベントが終わって、なんだっけ、盗塁系だっけ、なんか取れんだよね。積極盗塁か。で大谷くん、大谷くんは真ん中の選択肢でラッキーボーイを取っていきましょう。ゴミ拾い、体力は減っちゃうけれども、まあしょうがない。10月か、10月妄想か。なんか特にこれっていう練習がないし、 13% とかね、怪我するときは怪我するからね。この前 2% で怪我しちゃったんで、ちょっともう本当に2桁は怖いんで、ここは妄想で確実に彼女にしていきましょう。また妄想告白か。こいつ妄想告白多くねえか俺も妄想告白してみようかな誰にって言っても別に告白する人いないけどさ。赤いね、いっぱいあるね。どれだ、いけるのでいこう。メンタル、メンタルは数値的に見るか。でもさ、ナイトメールさんってパワーヒッターあるんだよね。チャンスとパワーヒッターあるんだったらさ、ちょっと確実にさ掴んでおくっていうのもいいかもしれないよね。悩むね。ただここタックが来てんのか。47上げられるかな。47から51上げられるな。タック来てるんで、じゃあちょっとタック足すコツでいきますか。経験点を使っちゃったんで潰せるのはないね。よし、これいこう。でちーちゃんのイベントがあるから、ミートは確かに高めに保っておきたい。でチャンスコツ、チャンスコツについてはホムラちゃんのなイベントがあるからな。でホムラちゃんのイベントが来れば5になる。置いとこう。でこの2人のコンボで体力を回復しつつ早急骨さんですね。いや、いいね、本当にいいよ。勝てるところでいこう。 F バス停、いないけどどうする。内藤さんの評価でも上げておきますかね。メイカちゃんがいるから結構技術は乗ってるね。タックがね、メイカちゃんどうしても低いんで、まあ、ただシラスに関してはタックを組んでどんどん経験点を稼いでいくっていう高校ではないので、まあ、タック低くても他が強いっていうキャラが輝けますね。よし、3点取った。やっぱね、最初のねこの経験点もね何気に助かるんだよね。この15、15、15、15っていうのが。
で、大谷くん金徳ですね。まあ、最初は普通に進んでいくので、まあそうだね、これはもう別にタックでいいよね。で、ここは進めていきましょう。これパワー減ったよね、パワーっていうか体力で。ホムラちゃん最初の1回目ですね。まあ、体当たりはねもう潰しちゃってるんで、少し体力不足だね。練習ができないかな。どうだ、 37% はちょっと無理だよ、さすがに無理で。ミート C にしておこう。これはちょっとアンダ製造機用にミートを C にしておきます。で、ここはデートで回復させましょう。で、ナギちゃんがねどうしてもね告白で評価上がらない、デート1回目で評価は上がらなかったよね。成功失敗あるんだっけ、一番最初のデート。あ、あったね、なんか守備職人もらえなかった時あるもん。でも成功したとしても別に評価上がるわけじゃないから、やっぱちょっと気にしないと。お正月がね起きない可能性があるからね。っていうかさないな、ちょ待って、ここで妄想起こしてもやだから、なるべく能力をね高められるんだったら高めておきたい。ちょっとメンタル精神やっぱ足りないな。きたー、リラックスしよう、頼むぞ。よし、 OK。 ミートもね直上げしてくれるのでかいよね。で、ナイトメールさんもな、カジバのバカ力で、大谷くんも切磋琢磨でしょ。結構精神系の金徳が多いね。メンタルはどうなの、メンタル。ちょっと待って、 D51 総力 D51 まで持っていけるかこれ。いや無理だな、絶対無理だ、足りない。で、補給はじゃあいくつだった、45 10 90 10。あ、上げられるわ、よし、これでいこう。青骨優先でいきましょう。じゃあ待ってね潰すのを見とかないとね、やっぱり対左はいいから、千丸があるとはいえ早急骨はいいでしょう。あんな製造機とかまあやっぱ重いね、直取りは重いね。あと守備職人も1でいい。あ、ブロックあったわ、忘れてた。そうなるともうそうだね、一発逆転は取れないね。ちょっと取っていきましょう。アベレージヒッター、これは嬉しいな。で、青い、お、よしよしよし、大谷くん、うん、まあ大谷くんでいきましょう。タックも絡んでるし。え、待って待って、アベレージヒッターじゃあどうするっていう話だよね。取れんのそもそも今。あ、取れるわ、取ろう。で、指導。連打、連打もね結構重かった気がするんだよね。よし、チャンス、これで5になった。いや、ホムラちゃんマジいいわ。あ、チャンス5になったね。ちょっと経験点が枯渇しそうなんで、おい、5A83 とか A83 何があったっけ。だってもうアベレージヒッター取ったし、あ、逆境持ってんだよねちーちゃんって。逆境狙いに行くか、まあ、粘り打ちとかも持ってた気がするけど、ちょっと逆境狙いでいきましょう。ここはもうこれしかやることないんで、逆境くれ、逆境もらった、とりあえず1でもらったぞ。で、魂ロバット、メイカちゃんの金徳ですね。行こう。
て、ここは普通に進んでって2回目が選択肢あって、あ、普通に進んでってっていうか、もう1回選択肢あったのか。で2回目は選択肢どっちでも良かったんだよね。まあ、それは2回目あった時見ていくか。で12月の3週練習はできるかな、この体力量だったら。タックが組める肩、まあクリスマス前なんで普通にやっておきましょう。魂のバット2回目で、ここは上の方が良かったよね。でうまくいけばなんかモテモテとかが手に入るんだけど、まあどうだろうな。っていうかさ、ナギちゃんの評価どうなってる？お正月用に足りてるか、ちょっと不安になってきたぞ。でクリスマスはクリスマスで成功失敗の判定があるんだよね。そう、割と成功率高いんだけど、たまにねこの窮地をくれない時がある。いや、そんな時ない、わかんないなんかそれがあったような気がするっていうだけで。大谷君永久期間、窮地は取っちゃうか。じゃあ1で全然いいよね。まあもともと1000丸だし、一発逆転も取れんな。他、他連打、連打なかなかだな。ラッキーボーイもまあなかなかだな。精神が足りてないからな、ちょっと精神系は置いておく。逆境も63使うのか、余裕があるわけじゃないね。余裕があるわけではないので、ちょっと置いときましょう今のところ。守備力が上がってる。速攻ってこれで手に入ったよね。野球トリビア最初にすると速攻なんだよね。でも別の狙いに行きますか。何があったっけ。速攻かラッキーセブンか連打。速攻手に入れたでしょ、だってで連打も手に入れたでしょ。でラッキーセブンって他なんかあったっけ。まず丸にして、で次も丸にする。っていうかさ、問題とか全く見てないからね丸だとか×だとかでしか判定してないから。よし、ありがとう、本当にありがたい。これうわ、やっぱりな、足りないわ。なぎちゃんこれがあるんだよマジで。まあ体力は結構あるから、普通にちょっとでも経験点を稼いでおきますか。そう、なぎちゃんはねちょっと意識しないとね、ここがね一人ぼっちになっちゃうんですよ。あのお守り持ってきてないと。で特になんか特にだなマジで。なぎちゃんあげとく。ある程度意識しないと本当にね、デートが終わっても評価マックスになんないんで。で魂のバット3回目、これはなんか成功失敗の判定がよくわかんない。どう、おお、これ成功したっぽいね。でここら辺でね、そう、ナギちゃんの評価とかがねどんどん上がっていくんだけど、序盤にあんまりこういうイベント起きなかったからね。上り調子いいね、赤い。守備が赤い43、持っていけるか。守備初期値めっちゃ低かったんだな。あれ40いくつだっけ、43って言ってたっけ。43になってるね。待ってね、ごめんね。また特殊能力を確認して、もう5になってるやつだね、正直置いといていいんで、余裕があったら取りに行きましょう。逆境だからここら辺が厳しいんだよね。そう、厳しいんだよ。
連弾もまあラッキーセブンは取っていいね。ラッキーセブンは取ろう。速攻も精神使わないからこれ2で潰そう。で上り上司もな、50使うからね。50とかほぼ60だからね。精神だな。ちょっと精神を使うやつは4とかでもいっか。高速チャージ、もう外野なんだよね。あ、これさ、これこれこれ、ドラム缶よ、ドラム缶。マンボウか。ドラム缶だったらパワーヒタ手に入ったんだけどね。でストレッチ、で青、ホムラちゃん B71 か。さすがに高いな、ナイトメールさんの筋力は。待って待って、ね、なんだっけ。もう毎回毎回、さっき何出るの、何手に入れたっけ。あ、高速チャージか。で高速チャージいんねえわみたいな話したけど、もうしょうがないよ。しらすに関してはね、もうほんとしょうがない。これ強い選手を作るためにいらない特能もね、取っていくのもやむなしですよ。ラッキーボーイ、これはじゃあもう取ろう。どうする、 E にしとく。これ打ってくれればいいのか。頼むぞ、カッキーンといけ、カッキーンと。スカじゃねえよ。まあ別にさ、確定だから別にいいんだけどさ。まったく、ちょっと逆境1だとだから厳しいよね。逆境1。157か。もうちょっと欲しい、やっぱり。もうちょっと欲しいです。ラッキーボーイはじゃあ取る。で、練習できるこれ。メンタルか。やろう。2月の1週練習できるね、確実に。でバレンタインを迎えると。粘り打ち忘れず、粘り打ちを取ろう。そのまま引き分けで終わってしまったか。まあしょうがない。で2月の1周、まあ、タッグが来てるんでタッグをやりますかって言っても、あ、どうする、ちょっとなぎちゃん安定させたいよな。だこれだったらなんかなぎちゃんね、ラブパワー発動するかもしんないからね。でバレンタイン、でバレンタインもまだね、成功失敗があって。そうだよね、今うまいみたいなこと言ったからこれ成功だよね。で失敗だとなんかまずいみたいなこと言ってくんだよね。でホムラちゃん固め打ちだね、これで。え、さっき何て言ったんだっけ。意外性か。意外性は大盤狂わせの骸骨なんでいいね。全然気にしてなかったけどさ。よし、ここでうまくコツをつかめたから、まずは潰していきましょう。また固め打ち1でいいよ。で意外性もまあ1でいいでしょう。で青コツ来てる。大谷くんいいね。もうちょっとメンタルとかにもいたけど、大谷くんのもうタックプラス青骨があるんで、怪我しにくさ、怪我しにくさもね、ちょっと2は厳しいよね。2回目が結構重いんだよね、経験点的に。あとはこの切磋琢磨の骸骨だよな、競争心。これが来てくれればな、いいんだけど、結構あれだね、タックが来るね。大谷くんあれ持ってたっけ、得意練習率アップ。またタック、メイカちゃん、まあ大谷くんと小村ちゃんがいるから底上げにはなってるか。まあ、やろう。
で次デートしとく。でここはまあ体力を減らしたくはないよね。ちょっと結構序盤とかにね来てくれ、あこれはもうメンタルやろう。序盤とかに来てくれれば体力アップしてもいいんだけど、上り調査ちょっと置いとく。他連打かーどうする。少し経験点に余裕が出てきたとはいえ、とはいえ精神がきついんだよね。そう精神がきつい。あーダメだ、これはもうちょっと回復しながら青骨を取っていこう。普通にってどういう経験点だっけ。どうする、筋力、技術はね多分大丈夫だと思うんだよね。パワーを C に上げときますか。でちょっと弾道は3にしておこう。一回揃えよう。 D くらいに揃えられる。ある程度の経験値も残しとかないといけないからね。ちょっとまず能力を D に揃えよう。でそこからまた青骨をどうのこうのみたいな。で赤だけどちょっと練習はできないし、もう A は無理だな。おとなしくデートしよう。2回目、なぎちゃんどうだったっけ。5回目は確実にね体力回復しないと思ったんだよね。2回目って回復するか。これはあするよね。そうで敏捷が手に入ってる。あこれもまた体力回復しなかったっけ。うんするよね。でなぎちゃんの評価もアップと。で青骨大谷くんいいね。大谷くんマジいいわ。パワヒが欲しいんですよ。パワヒがいぶし銀。てかいぶし銀ってさそもそもどういうさ特殊能力なの、いまだに理解できてないんだよね。パワー A は無理だよ。ちょっとそれは無理じゃないか。いや無理だね。でちーちゃんチャンス取った、アベレージヒッター取った、粘り打ちも取った。ってことは逆境か。よしこれで逆境取って逆境潰そう。ちょうどタックも来てるしね。よし逆境、青い 8% か。1桁か。1桁はちょっとねやっぱ悩むんだよね。悩むんだけどな。なぎちゃんって3回目のデートが体力回復したっけ。どうだったっけ。この前がねマジで本当 2% 怪我してるからね。やっぱりそういうことを考えるとためらっちゃうよね。まあスーパーガチ育成だったら狙いに行くかもしんないけど。よしここは体力回復しよう。ラーメンラーメン。でなぎちゃんは3回目やっぱり体力回復しなかったですね。なので、まあ、うまく消化できたというところでどうすっかな。でまあ大谷君が絡んでるから筋力ボーナスがついてるのか。やっとこう。やっぱりねしらすはね青骨なんですよね。青骨ってこれどうする、ダンジョンでいくか。よし回復いいね。しらすのイベント普通にいいよ。これでねドラム缶が来てくれればマジ良かったんだけどね。赤B71 だったらいけんじゃないか。いけたよね。よしいけるいけるいける。パワーはね全然勝っていいんで。ちょっと待ってね、またコツを確認します。あんまり筋トクもね残しすぎるとね
最後の調整のところでな、逆境。そもそもカジバがいくつ、カジバが100使うのか。あー、友人もなあるしな、連打もな、どうしようかな、すげえ悩むわ。接戦を取ろう。よし、そこから連打か。逆境。やっぱね、精神が厳しいからね、精神がもう精神うるさいけどさ。対エース、意外に筋力はなんとかなってるか。いや、まだパワーヒッターと高角打法両方取ってないからね。っていうかさ、メイカちゃんと小村ちゃんのコンボが来ないんだけど、メイカちゃんと小村ちゃんのコンボが広角打法のコツを取れるんですよ。来てないよね、まだ。うん、来てないよ。あれは前イベだっけ、あとイベだっけ。コンボはちょっとさすがに把握してないかな、前とか。あと、ゲッ、お、でも取った。よしよしよし、ここ勝てたのは何気にいいな。助かる、これマジ助かるわ。よし、そこで総合力が上がって体力も回復。赤いメンタル A か。あ、待って、内藤メールさん、内藤メールさんよ、チャンス取ったでしょ、体当たりとムード取ったでしょ。これパワヒだ、パワヒ。内藤メールさん、ちょっとパワヒをもらおう。ありがとう。おお、これは来たー。ちょっと待てー、これはやりたいぞ。ただやろう。これどこの場面でさ、サーボロって言ってくんだ。指導って出たらサボらないのかな。そりゃそうだよね、多分押した瞬間サボるとか言ってくるよね。ここは何にもないから、ちょっともうちょっと通院するしかない。体の調子が悪いな、じゃねえよこいつ本当に。まあいいや、もういい、一回で治ったから。サボらなかったし、さっき何にもやることなかったからね。え、どうするか、こいつは能力高くなってきたな。え、メイカちゃんって何持ってたっけ。僕ね、コツをね取り尽くしちゃうとね、くんないんですよね。まあ当たり前なんですけど。チャンス取った、固め取った、代打取った。あー、こいつも取った、取り尽くしたわ。え、ホムラちゃんはチャンス取った、固め取った、内野安打がまだか。エスドラ取った、イブシギンも取ったんだっけ。もう意外性も取ったでしょ。内野安打だな、じゃあ。え、だって A まで持ってけないよね。持ってけんのこれ、守備。臨床がどうだ。あ、持ってけそうだな。あ、持ってけるわ。ちょっと A にしとこう、じゃあ。よしよしよし。ってことはこれ2回指導できたってこと、同じ練習で。1回指導すると、お、パワーヒー。よしよしよし、1回指導すると35上がるじゃないですか。だからね、2回指導するのがね結構難しいんですよね。でそこをね、2回指導できるっていうのがやっぱりね、でかいよね。パヒタ取ろう。で、何にもやることないから、で追加しましょう。で4回目、あ、インコース、インコース、どうだ。 OK。まあ、インコースとか叫んでるとアウトコースのコツを手に入れたとか言ってくるかんね、青コツで。よし、体力も回復した。で5回目はもう絶対回復しなかったはずなんで、友情とバット来たね。これもね結構いいコツをねくれるんですよ、全体的に。まあ、ただやっぱりね、ここは一番下で広角打法ですね。で広角打法言ってるとまたフルヒッターとかになるんだよね。
じゃあこっちはタックが絡んでるんで上にしたいけど、上っていうかあれにしたいんだけど、そろそろちょっと金徳も潰し始めていかないと。広角打法か、53か、まあまあ重いよな。あ、しまった、なんか初級とか取んなかったっけ、帳尻合わせ。いや、ここはデートだね。ちょっと待ってね、本当にまた見とかないと。マジで、あ、初級あったよね。逆境45か、潰しとこう。もうタイエースも潰す。マジでマジで精神がねえよこれ。インコースとかね、本来だったらね、一時潰したいんだよね。潰したいんだけどさ、アウトコースとか言い出してくるからね。やっぱり評価がまだマックスにはなってないな。まあ、絶対マックス必要かって言われるとそうじゃないんだけど、数値的なもので分かんないから怖いんだよね。しかも最後ってさ、評価上がんねえの。ここナイトメール3で回復、じゃあどうする、精神で回復してく。ほら来たね、アウトコース。じゃあどうする、どっち取るっていう。ナギちゃんどうしよう、ナギちゃんなんか怖いんだよね。でなんだっけ、あのモテモテ的なさ、付き合ってて羨ましいみたいなやつも終わったからね。まあこっちやけど、ちょっとやっぱり怖い、うん、安心を取ろう。4上げて追加が起こって1、よしよしよし。まあもうこれでマックスだね。じゃあ振り回されたくないんだよね。いや、凪ちゃんいねえ、凪ちゃんいねえみたいな感じで、さっきのさ、青骨取ったとして。お待たせいたしました。あれ、パワーヒッターは取った。広角打法はまだ置いてあるんだよね。広角打法はそうだね、牙との対決になったら取りますか。おいおいおい、まず1本目でしょ。ミートも C だからね、現段階で。ミートを上げようとするとどうしても精神ポイントも使うからね。やっぱ精神足りてないわ。待てい。まあいいか、よくヒット2本に抑えたな。てかまあラズベリーだしね、所詮。じゃあ何にもやることがないときはやっぱり、メンタルだな。メンタルで回復しよう。回復はメンタルでいきましょう。少し能力また揃える。マジか、まだ D なのか。まあ守備は A だから、もう守備は変なしほっといても大丈夫といえば大丈夫。パワーミート B にしておこう。パワーもじゃあ一回 A にしちゃおう。でそうすると敏捷か、敏捷精神か。で金徳もね、まだね、勝ち場のバカ力とさ、切磋琢磨が置いてあるからね。競争心が欲しいな、マジで。え、これどういうあれだったんだ今の。能見軍団にするとね、競争心のコツが取れるんで。
ただね、そうすると広角打法とかはね、さすがに青骨待ちになっちゃうんで。よく回ってくるなこいつら撃つな。もう大丈夫でしょう、さすがに。もうむしろ俺ベンチに下がってもいいよっていう。総力 C か。こっからあとどこまで伸ばせるか。やっぱりね、経験点が偏るとね、さばききれないっていうのがあるから、まあ、そのために打球伸びとかがあるんだけどね技術をさばくための打球伸びみたいな。こんなとこで喧嘩すんじゃねえよ。ああ、何もやることない、何もやることないからメンタルやろう。今のうちのチーム状況ってどうなの。そういえばゲ総合力 C とかさ弱くねえか。あんまり青骨踏めてない、回数的には。お待たせいたしました。マジで最終的に総合 A 行かないと経験点くんないかんね。あれもさ、全部40くれるからさ、何気にでかいんだよね。大谷君とかがちょっと少なめだったのかな。他はまあまあまあそれなりに来てたと思うけど。内藤さん足遅いね。内藤さんと走塁練習したいんだけど。内藤さんだったらさ、2回練習できるよね。青骨35上がったとしてもさ、全然余裕でしょ。お、狙う。よし。てかヒット数はめっちゃ打たれてたな。10本くらい打たれてたね。ここぞという時に抑えてたのかな。ヒートアップってさ、全然来ないんだけどだ、何回青骨が来るかっていうのもね、重要だよね。まあヒートアップもな、重くはないけど精神使うからな切磋琢磨131とかもう無理だよ連打もまあ使うでしょ。ちょっと火事場は取っちゃう。もうでチャンスも潰せねば一回取っとこう。でメンタル、メンタル。キバだね。打撃が B になってるかな。打撃 A にしたいよね。そうすると代打の神様だからな。経験点的には軽いから全然いいんだけど、まあ、ただ代打の神様はね、実用的かって言われると、まあ、別にって感じだよね。3回の裏、シラス攻撃に入ります。この回のトップバッターはヒロキ。投げた、打った。まあ、俺もね、やっぱり実用面も鍛えつつ査定も高くしたいっていう、そういうやり方なんで。割と点を取られてるな。ちょっと俺がやっぱり援護しないとダメか。爆速狙う。うわー、詰まされた。怖い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 ただ体力満タンでは甲子園に来れたけど、青が来ないね。青が、あ、これダブルタックじゃん。やろう。待って、でも技術はね、結構大丈夫っちゃ大丈夫なんだよね。総合力 C かよ。ここら辺はでもやっぱり運なんだな。青骨がそもそも発生しないといけないからね。
それはどうにもならないっしょ。だってツーアウトランナー一塁という場面で広木投げた、打ちました、痛烈、いった、ギリギリだな。4回の裏、シラス攻撃に入ります。この回の先頭バッターは広木、投げました、ボール、まずは内角低め、投げました、あーもうちょい下を叩くべきだった。6回の裏、てかうちの打線が注目している。先頭バッターは広木、初球を打ちました。え、今なんだ、何がいけなかったんだ、タイミングか。シラスリードで迎える8回です。ちょっと待って、最初のホームラン以外今日はツーランホームランを打ててないんだけど、宇宙間入った、入った、まあ、なんとか1点に抑えてくれた。赤い、赤いぞ、守備 JS99 とかこれは無理だわ。小村ちゃん、あとなんだっけ、もうコツをくれなかったら意味ないからね、赤コツに関しては。広角打法取っちゃおう、交番もちょっと取っちゃおう、置いといてもあれなんで。え、何があったっけもうなんか分かんなくなってきた。上り調子もな、欲しいって欲しいんだよな。チャンスじゃなくて対左って、いや取っちゃおう、精神使わないから、精神使わないやつは取っていい、もう。じゃあというわけで、インコースだかアウトコースだかどっちか、アウトコースでしょ。そうするとこっちでいきます。もうで最後の練習でね、青コツが来てもらいたいんだけど、青骨そもそも来るのが少なかったね。お待たせしました。すげえな、めった打ちにしてんな。てかさ、ノーアウトなんだけど。これあれかね、一気にホームラン打たれたんだな。1番2番塁に出て3番の人がホームラン打ったみたいな。カウンター2ボール2ストライク。そんなんだったらすげえやる気なくすよね。カウント3ボール2ストライクです。何にもワンアウトも取れない。ちょっと待って、2V ゴロ1塁送球、ワンアウトも取ってない段階でもういきなり3点の失点だからね。広く打った、これはいいよ。6回の裏、シラス攻撃に入ります。3番誰なの、トップバッターは広く、今日3打点を挙げています。第2球投げた、ちょっと見てみるか。3番内藤さんか、さすがだね。ハッピーに変わってるし、ハッピー欲しいんだよね。 SR 赤月大付属の強化が来た時にね、ハッピー強いみたいなんで。要はね、ピッチャーで野手もあるキャラクターが赤月大では強いんですよ、強化された時に。のぼろうくんとかもね強いんですよ。パッピーはね、なんとかなんとか選択権で最後赤コツっていうか、そもそもコツが来てないし、選択権で取れるんですけど、まだまあ一応残しておきましょう。なかなかね、黒金の強化が来ないよね。で結局さ、 A にも届いてないしさ、総合力も C のままだしさ。じゃあとりあえず3B にして、これも B にして、うわ補給は無理だよ、補給はマジで無理で、切磋琢磨は取ろう、もう取っておこう。ここであと合わせよう、上り調子も取ろう。でやっぱり技術は足りてるよね、技術は足りてるのよ。ってことはやっぱりアレンダも取ろう。打球伸び一回取って、だ経験点的にはどうなんだろうね、あんま伸びてない気がするんだよな。お待たせ、全国
まあ、ただ最後はね、ホムラちゃんもエピロックポイントくれるんで、それはでかいかな。今取りました。これでボール球だった。シラス追う展開で迎える4回です。ツーアウトランナー1塁という場面で広木、第1打席はセンターフライに倒れています。もうカウンター2ボール。一ノ瀬はね、やっぱり変化球の投手なんで、こういうストレートをね見逃さずに狙えるかどうか。シラスリードで迎える6回です。ワンアウトランナーなし。ただ下がないからな、カーブはちょっと打ちにくいんだけどね。スライダーとシュートはそこまで曲がらないんで、今みたいに合わせられるは合わせられるんだよね。で、怒りに変わると割とライジングキャノンを狙っていけばいいんで。まあ、打ちにくいかって言われると打ちにくい部類ではないと思います。だとドラフトも1位は硬いでしょ。でそこからホムラちゃんとナギちゃん2人から経験点もらえるんで、それでどこまで伸びるかだね。まあ、ホムラちゃんはね気迫ヘッドだから経験点的にも全然余裕はあるんで、まあ、かなり掴めたし、気迫ヘッドはね本当3だとめっちゃ軽いからね。ここがな、なんもないからな、なんもないね悲しいな。7800か。まあやっぱりちょっと経験点伸びなかったね。というわけでまずは何を見ていこうか。企画ヘッド安っ、966とか異常だよねこの安さ。なんなのマジで。コツ的なものは大体取ってあるか。あ、大体取ってあるね。怪我しに来たら1だけ掴んでおきますか。じゃあ余りそうだな筋力が。いやただね、補給は置いておく。なんか筋力使うやつある。意外に筋力大丈夫だったな。筋力アピール、そうだね。なんかその平均的なやつ、なんだっけ名前忘れちゃったけど、平均的なやつもいいですよって言われてたんだけどな。平均的にしようかな今度から。結果しにくさ、じゃあ取ろう。ちょっと余っ、あ、待って、じゃあこれだったらさ、パワー上げちゃってよくないか。パワー S で、補給はじゃあ C にしておこう。あとなんか取れる。敏捷と、あ、悩んだ、取っとくか。チャンスメーカーもわりかしこう平均的に使うね。よし、あと余ったやつをさばいていくか。ほいほいほいみたいなはい、というところで、まあ千丸が来たには来たんですけど、ちょっとあれだね、あの青骨の数が少なかった気がするんですけれども、まあでもやっぱりね、ホムラ軍団はね、このイベントが強いね。で、広角打法とかね、かなりいいコツがもらえるんで、で、かつシラスにはね、その能力的にも合ってるんで、かなりおすすめですね。まあもちろん、農民軍もね、強いっちゃ強いんで、あれなんですけど、まあ使い分けていければ、まあシラスでかなりいい選手を量産できると思います。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。